はよう。早いね。皆さんこんにちは、ゆりやと申します。それでは学園祭の王子様スリッパでやっていきましょう。幸先いいね。おい先輩、おはようございます。結構親愛度も高い。お、ゴールデンベア。おい先輩と菊丸先輩だ。何話してるのかな。恋愛相談か、これは。だからさ、あんまり深くする必要はないと思うんだ。それはわかるけど、それだとちょっと攻撃の幅が狭くならないかな。あ、全然違った。作戦会議だった。そのために俺が前衛にいるんだから、なんとかするよ。ムーンボレーでね。もう少しそこんとこ煮詰めたいな。なんだか重要なお話みたい。邪魔しないでおこう。気持ちはわかるけど気にしすぎ。あ、バレた。そしてあは言わないんだ。あ、気にしないで話を続けてください。いや、もう大体終わったから。俺に何か用？もう、おいし、まだ話は終わってないぞ。え、でもさっきのはもう。先に話してたのは俺だぞ。なんでその子を優先するんだよ。おやおや、これは雲行きが怪しい。そんなことないさ。そんなことある？ないって。あるってば、あるってば、ある。かわいいな、菊丸先輩。エイジ、いい加減に。あの、待ってください。喧嘩は。いや、別に君が。なんだよ、ボーイッシュのバカ。そんなにその子と話す方がいいなら、その子とダブルス組んじゃえ。かわいいな、菊丸先輩。ボーイ先輩が、私と菊丸先輩が仲良くしてるのを気に食わない方かなとは思ってたけど、それがまさかの菊丸先輩が嫉妬するパターンか。しかも相手は大井先輩に。あ、待てよ、エイジ。あの、ごめん、また後で。あ、でも追いかける大井先輩は偉い。あ、大変だ、ゴールデンペアが私のせいで大変なことに。こんなところに。やるへそ。そういうことならもっとはっきり言ってくれればいいのに。あ、菊丸先輩は落ち着いたのかな。いや、だからそれはあくまで一方的に俺の方が。あ、恋愛の話をしている。にゃははは、大石にもとうとう春が来たね。春来たね、現実も。私にも来ないかな。だから余計なことをするなってな。頼むから。今は行かない方がいいよ。ああ、いつからそこに。お取り込み中すみません。大丈夫ですか。ああ、もう全然心配いらないよ。よかった、仲直りされたんですね。仲直り？はあ、それはどうかにゃん。まだ引きずってる？君がもっと大石と仲良くしてくれたら、俺も大石と仲良くしてもいいよ。わ、なんだその条件。はあ。バカエイジ、余計なことを言うなって。にゃははは、そんじゃあね、お二人さん、バッハーイ。これはなんか、エイジのやつ、部員全員にバレそうな気がする。さっきの言葉どういう意味でしょう。あ、気にしないで、頼むから。頼まれたんじゃしょうがないね。そうですか。あ、おい先輩、探しちゃいました。その場所から動いてなかったけどね。ごめん、
君が探しているなんて思っても見なかったから。いえ、私が勝手に探していただけですから。ところで大石先輩、特殊話題はこれか。そろそろ恋の話題に行ってもいいかな。たまにね、児童イベントが発生するときあってね、恋の話題を逃す可能性があるかもしれないんですよ。じゃあ知り合いでも高くなってきたし、恋の話題いきますか。最近すごく機嫌がいいですね。何かあったんですか。そうかな。ええ、最近の先輩はニコニコしていることが多いですよ。ああ、好きな人ができたとか。なんていうか。あ、いるんですね。誰ですか、教えてくださいよ。いや、いない。そんなに強く否定するのもおかしいですよ。あ、もうこんな時間だ。じゃあ、俺は行くから。大石先輩の好みのタイプを教えてくださいよ。大石先輩行っちゃった。大石先輩の好みのタイプ貼っておきます。いや奇遇だね。お、自動イベント。先輩、かくれんぼですかって。え、かくれんぼ。ええ、先輩そこの影に隠れてたでしょ。影じゃないや、角だ。あれはここで君を待っ。私を。いや、なんでもないよ。ところでちょっといいかな。はい、なんでしょう。うん、それがさあ。先輩どうしたんですか。え、そうだよな、しっかり言わなきゃな。なんだ先輩、聞こえないんですけど。プール行かないか。プール、今いいですよ。そうだよな、ダメだよな。いや、いいって言ったじゃん。いいですよ。先輩、私の話聞いてますか。ん、プール一緒に行くんでしょ。え、行くってプールに。おい先輩大丈夫。ちょっと直射日光当たりすぎちゃったんじゃないの。はい、やったー。そんな驚く。まるでさ、受験した高校の合格発表みたいな喜びだったよ。先輩、急に大声出さないでください。びっくりするじゃないですか。あ、悪い悪い。そっか、一緒に行ってくれるか。それでいつ行こうか。今度の日曜かな。お、じゃあ今度の日曜はプールデート。それはみんなで決めましょう。二人で勝手に決めると悪いし。ああ、主人公、これは脈なしだと思われちゃうじゃん。そうだね、え、みんなで決めよう。え、どうしたんですか先輩。そうだな、学園祭の打ち上げでみんなでプールに遊びに行くか。まあその間でね、二人っきりになる時間を作ろうよ。うん、はい。なんか大石先輩を応援したいのか何なのか主人公今回わかんないよ。まあ、大石先輩もだけど。あ、大石先輩今お帰りですか。ああ、そうだよ。よかったら一緒に駅まで帰りません。ああ、いいよ、駅まで送るよ。
こはさらっと行くんだ。あ、もう駅。え、もうこんなところまで来ていたのか。あっという間だったな。そうですね。それじゃここでお別れだね。またな。はい、さようなら。あとちょっと。おい先輩。あ、どうしたんだい、そんなに息を切らして。あ、そうだったの。あ、いえ、特に用事はないんですけど。あ、そうだ、さてさて、無駄に学園祭の話題にするか。お祭りで見たことありますが、実際に私たちが綿菓子屋をするとは夢にも思っていませんでした。だから俺も今回の模擬店はすごく楽しみなんだ。一度大きな綿菓子を作ってみたいな。 YouTuber やん、それ。 YouTuber 大石秀一郎やる。そうですね、食べるのは大変そうですが。そうかもしれないな。あ、次の準備に行かないと。先輩失礼します。ああ、またな。もうすぐ準備も終わり、私の仕事も終わりね。大石先輩はこんなところで何をしているんだ。お、噂をすればというか、知りましたよ、調べましたよ。私、大石先輩の好みの女の子、メガネが似合う子なんですってね。じゃあ、あの時一目惚れっぽいものをしました、私に。大石先輩、よかったら休憩しに行かないか。はい。悩み事でもあるの。あなたのこと、どうしてですか。なんというか、さっきも少し悩んでいたのかと思ってね。あ、大したことじゃないですよ。本当にかい。はい、その準備期間が楽しくて終わるのが寂しいなとか。それは俺も同じ気持ちだよ。でもそれだけが寂しくなる原因かい。大石先輩すごいな、カウンセラー向いてるんじゃない。そうですね、すごく充実した毎日だったから。そっか。あ、でも先輩はこれからが本番ですよね、全国大会。ああ、そうだな。その、応援に来てくれるかい。もちろんです、できたら応援だけじゃなくて大石先輩のお手伝いをしたいけど。え？私マネージャーじゃないし、部外者の私にできることって何にもないですね。ありがとう、君がそう思ってくれるだけで俺は嬉しいよ。大石先輩、温かくて大きな手、先輩の優しさが伝わってくる。え、どういうことだ。私頭を撫でてもらってる、それとも手を握ってもらってる。ごめん、なんかつい手を掴んじゃって。あ、手を掴んでたのね。あ、いえいえ。あ、その嫌だったかい。いや、むしろ嬉しい。そんなことないです。戻ろうか。はい。あ、おい先輩、少し探しちゃいました。ごめん。じゃあお話ししますか、最後のお話を。とは言ったもののどうしような。椅子、もう一回食べ物行ってみるか。テニス部レギュラーの人たちは皆さん仲良しですね。一緒に遊びに行ったり食事に行ったりするんですか。遊びには行かないけど。ああ、前にタカさん家のお寿司屋さんにご馳走になりに行ったな。あれ関東大会だっけ。タカさんのお父さんが手塚先輩を。
先生って言っちゃったやつかな。楽しそうですね。そうだね。手塚が先生に間違われて、桃とカイドウが喧嘩を始め。本当だった。あれか。エイジが富士のわさび巻きを食べて悲鳴を上げて。そうなんですか。楽しそうだな。お寿司は美味しかったな。あまり食べられなかったけど。いや、みんなと一緒にいることが一番じゃないかな。これは大人になっても続く仲だね。先輩、お疲れ様です。あ、電話だ。もしかして。こんばんは、俺だよ、大石。こんばんは先輩。はい、黒宮ですが、なかった。あのさ、明日なんだけど何か予定あるかな。大丈夫ですよ。そう、よかった。それじゃあ明日一緒に水族館に行かないか。水族館いいですね。それじゃあ明日午後1時に駅前で待ち合わせ、いいかな。遅いね。はい、楽しみにしてるよ。おやすみ。はい、おやすみなさい。大石先輩と水族館、楽しみ。やあ、時間通りだね。はい、先輩は先に来てたんですか。いや、俺も少し前に着いたところだよ。よかった。先輩を待たせてたらどうしようかと思いました。別に待っても構わないよ。その間君のことを考えていられるし。うわ、おい先輩ったら。あ、いや、なんでもない。それより早く行こう。はい。ここ最近リニューアルしたんですよね。うん、そうだよ。子供の頃来たことがありますけど、こんな大きな水槽なかったですよ。最近は技術が進んでいるからね。さあ、どこを回ろうか。おー、ゴマフアザラシ、わいいな。アシカのショー。けど大石先輩は熱帯魚だよね。熱帯魚ゾーンが見たいです。いいね、行こうか。絵をちょうだいよ。すごく熱心に見てましたね。うん、いろいろとアクアリウムの参考になるものがいっぱいあったからね。綺麗でしたね。ああいうのを見ると私もアクアリウムをやってみようかなって気になっちゃいます。もし本気で始めるんだったら教えてよ。俺でよければアドバイスするから。はい、その時はお願いします。これは近々始めるな、アクアリウムを。そろそろ土産物コーナーに行ってみるかい。そうですね、もう大体見て回りましたし。それじゃ行ってみようか。おい先輩、何買ったんですか。ああ、これさ、アクアリウム用の砂利だよ。へえ、綺麗ですね。他にも形の面白い石も売ってたから買っておいたよ。そんなにたくさん重たくないですか。結構砂利って重いよね。これくらいなんてことないよ。君は何を買ったの。お、ミニ水槽、アクアリウムのガイドブック、ペンギンのタオル。なんかこれ買ったら大石先輩説明とかいらないとか言い出すかもしれないし。あ、水槽かな。あ、かわいい。へえ、かわいい水槽だね。はい、いいでしょ。私もこれで少しだけアクアリウムの雰囲気を味わおうと思ったんです。お、マックス。おい先輩、本当に重くないですか。大丈夫だって。ちょっと
疲れてんじゃん。先輩、どうしたの？じゃあまた公園で休む？ごめんなさい、私疲れたみたいなのでそこの公園で休みたいんですけど。そう、だったらちょっと一休みしようか。はい。はあ、木陰はやっぱり涼しいな。最初寝たのかと思った。先輩、ジュース何がいいですか？いや、いいよ、俺が買ってくるから。いいんですよ、任せてください。そうかい、じゃあスポーツドリンクを。あ、今日は胃薬いいのかな。わかりました。彼女疲れたって言ってたのに。あ、そっか、俺のために。はい、どうぞ。ありがとう。いくらだった？いや、そんなのいいよ、私が払う。120円です、言っちゃったよ。じゃあこれ。はい、はい、受け取っちゃった。いい気持ちだ。ここはいいですよとかあってほしかったな。少し風が出てきましたね。うん、涼しくなった。おい先輩。ん？なんだい？無理はしないでくださいね。大丈夫だよ。うん、もう大丈夫。あの、いつになったらスチルくれるんですか？あのさ。先輩からどうぞ。ああ、うん。今日は付き合ってくれてありがとう。言われちゃいました。俺たち同じこと考えてたのか。気が合いますね。そうだな。もうしばらくここにいようか。はい。おい先輩。やあ。なんだか嬉しそうですね。念願のプールだから。慰労会プールでやるんだよな。だと思いますよ。水に入るのが好きなんだ。思いっきり泳ごうと思って。なるほど。試合は大混戦。しかし声楽が一歩リードか。おい先輩、頑張ってください。おっと、声楽サイドから声楽の大石さんに熱い声援が。うっす。なんと大石さんの動きが上がった。これはどういうことでしょう、解説のカバジさん。お、なんか実況らしい。実況をしてる。データによると大石さんの特技は水泳だそうです。あら、そうだったの。なるほど、冷静な分析です。水の中ならお手の物ということでしょうか。うっす。これで全ての競技が終了しました。そして屈辱の再会は一体誰か。ケンタロウ、お願い、もう一度。これで全ての競技が終了しました。果たして優勝は誰の手に。そして屈辱の再会は一体誰か。ありがとう。大体想像はつきます。では結果発表です。優勝は青春学園大石修一郎。おめでとう大石さん。やった、優勝ですよ。優勝すごいです。君の応援のおかげだよ。ありがとう。そんな。あ、今の。あれは乾か。しょうがないな。自分で自分の首を絞めてちゃ。
生大会楽しかったな。明日はいよいよ最後の学園祭か。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。